各は神戸市を構成する旧行政区の一つで、同市の北東部、六甲山の北側から西側に位置する。面積は神戸市全体の約43%を占めるが、面積のほとんどが農村、山林であり、神戸市の区の中では人口密度が最も低い。特に北部の旧有馬郡及び大御町の地域は北上と呼ばれる。 1. 1大沢地区2。長尾地区3。道場地区4。畑地区5。大御地区6。山田地区7。鈴蘭大地区8。有野地区9。有馬地区神戸市内では2体しかない大仏。日踊り越し大仏1932年12月3日に、京都の大覚寺門関同士により、海岸神戸市中心部の人口収容能力が限界に達しつつあったため、六甲山の広廃地を合併して、 兵庫区に編入し、1973年8月1日に兵庫区から人口増加のために分布された。分区当初の人口は116,739万39人であったが、神戸電鉄の沿線に沿って古くからベッドタウン化が著しく、人口増加が長期にわたって続いたため現在の人口は分区当初の約1.8倍に達し、神戸市では 西区に次いで人口が多い。鈴蘭台地区鈴蘭台地区の町並区の南部に位置し、神戸市全体のほぼ中央に位置する。1930年頃から別荘地としての開発、1960年頃から神戸市中心部のベッドタウンとして開発が進められ、神戸電鉄鈴蘭台駅があり、その沿線を中心に開発が進められてきた。また、教育、公共、 商業施設が集中している。旧山田村域。郵便番号、町名山田地区乳山系に守られ豊かな里山を、残す山田町区の西南部に位置しており、三木市と接する。六甲山、乳山、大尺山のふもとに山田川が流れており、その流域に、町が広がる。また、国道428号、神戸市中心部を結ぶ、新神戸トンネル、 北上急行があり、交通の中心地である。郵便番号、町名ありの地区、北上の玄関口であり、区の中東部に位置し、西宮市山口町と隣接している。神戸電鉄ありません、三田線、阪神高速7号北神戸線の沿線に位置しており、ニュータウンが広がる。郵便番号、町名あり地区あり地区付管区の東部に位置しており、 西宮市山口町と接している。有馬温泉を中心にして町があり、観光を主な産業にしている地区である。旗地区旗地区の町並み区の中部に位置し、北東側を除く三方を山に囲まれ、南北に細長く旗川、屏部川沿いに集落が広がる。郵便番号、町名道場、地区道場地区の町並み区内の北東部に位置しており、満たし、 西宮市、宝塚市に隣接しており、向こう側、有馬川沿いに集落が広がる。また、自童場と草壁は宿場町であった。郵便番号を、町名町備地区長尾町の町並区の最北部に位置し、三田市、三木市と接する。文化財が残る、田園地帯であったが、 神戸三田国際公園都市の開発により、大阪、神戸のベッドタウンとして発展した。また、イオンモール、神戸北、神戸三田プレミアムアウトレットなどの大規模商業施設、工業団地が立地している。郵便番号、町名大沢地区大沢地区の町並み読みは大蔵。区の北部に位置しており、三木市と接する田園地帯であり、大沢川、全入線沿いに集落が広がる。 郵便番号、町名大御地区大御町の町並み読みは、大御。区の中西部に位置しており、三木市と接する。入山、大石山のふもとに大御川が流れ、その流域沿いに集落が広がり、古くは湯の山街道の宿場町であった。郵便番号、町名2019年4月、北区役所の下部組織であった北上市所が、区役所と同等の権限を持つ。 北上区役所に昇格した。行政区を分割せずに一つの区内で二つの区役所が並存するのは全国的にも珍しいケースである。神戸三田プレミアムアウトレット、有野町二郎では、いちごの栽培が盛んであり、はた、大御地区では、なだいさとの原材料である酒米、牡蠣、果物を生産している。過去に本社を置いていた、企業大学高等学校中学校、 小学校特別支援学校かつて存在した学校級スズ鈴蘭大駅大阪と福知山を結ぶ国道176号電園地帯を結ぶ兵庫県道38号三木三田線高速自動車国道神戸ジャンクションで以下の路線が交差接続している一般国道神戸市内は全線が神戸市管理である主要地方道神戸市内は全線が 神戸市管理である。その他の県道、神戸市内は、全線が、神戸市管理である。有馬温泉郷、大池地獄谷の地獄大滝六条八幡宮、三重東豊都市神社かぶら社寺箱木家住宅無道寺無道寺、若王寺神社道の駅神戸フルーツフラワーパーク、大沢サイド公園郵便番号は、以下の通りである。北区の電話番号の市外局番は、零七八であるが、 道場町行野の高原住宅のみ、宝塚市と同じ、0797である。市街局番は1971年7月31日以前から、山田、北、明法寺、有馬、有野の各収容局が078で、市内局番は2桁であった。主導局だった旧有馬軍、旧美濃軍行きの市街局番は1976年まで078ではなかった。また、 道場地区は1986年まで三田市の局番であったにおける変更を参照。市内局番は下記の通り。ありがとうございます。